なんとね、今屋台やってるんですよ、っていうか最初っすね、うん、で、今こうやって、今ね、仕込みですね、こう唐揚げ揚げたりこういう風にポテトフライも揚げて、今こう仕分けですね。で、こちらはもう出来上がって焼き鳥とかね、こういう風に第三者の場所で焼きそばやってます。タルオッケー、安倍氏、竹氏はあの買い出し行ってます。屋台紹介していいですか。こちら、こういう風にね、メニューですね。ワニ肉、カエルテレピア、一番こちらが原価高いですね。カエルテレピアで、あっちにもこういう風にここで写真撮りますインスタ用ですね。はい、すごい人が来てますよ。みんな500円か1000円にしか見ませんね。ちなみに今回屋台って儲かるのか実験ですね。どれだけ利益が出たかっていう実験です。で、その残ったお金は皆さん働いてくれた人たちに時給600円ぐらいは払って、残ったお金はみんなで焼肉ですね。中継から以上でした。カデナの偉い方々もこれです。これカデナのこれです。従業員が金髪ですから、ちょっとまずいのかなと思ったんですけど、今日は本当によろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カデナの税金をね、いっぱい稼げるように頑張りたいと思います。あ、焼きそばと唐揚げ、本日限りで閉店でございます。ありがとうございます。最初で最後の、はい、あ、ごめんなさい。物を渡せやってすごいっすね、これ。っていうかね、あっち会場なんですよ。会場の人数よりもこちらやっちゃってます。大きい声では言えないですけど、はい、させてください。ラッシャースリー、ラッシャースリー出ました。生のラッシャースリー。あ、すごいですね。すごい人ばかりですね。予想以上ですよ。もっとこじんまりとした感じでやりたかったんですけど、かなりしときましたね。これ焼きそば、どこにでもありそうな焼きそば入りやすさ500円です。さっきギリ悪すぎだろ。待ってますね。上さんは何してるんですか。熱い揚げ物、揚げ物ポテトと唐揚げと、今から多分ワニとかテルピアとかかな。おお、いっぱい。うわ、あのフレンチデリバリーの焼きそばはこういったソース、中身はこれマヨネーズです。ピンクもあるんですよ、皆さん。女の子よ。ラッサスリー、ラッサスフォー、ラッサスリー、ラッサスラッシャーツ、ラッシャーツは、ラッシャーツはダメだ。俺はラッシャーツが好きだった。やろうです、やろうです、やろうです。ラッシャーツ、さんは何焼いてんでしょうか。はい、僕はですね、はい、あの愛情を込めて焼きそばを作っております。三大要求怖っ。三大要求の一つ怖っ。どんどん買いますやん。カイさんも手伝ってますね、皆さん。昆虫ハンターカイさんで、こちら田本さんの側近4番エースですね。普段肉食ってそうな人が野菜焼いてます。バカらしいでしょうね、多分ね。で、こっちが浜ちゃんですね。奪いました、チーム。一子相伝の技を見せたんで、あとはもう彼に任せたいと思います。一子相伝軽いな。行列のできる屋台って本当にあったんだ。やばやばやば。これ熱中症になるぞ、これ。前にも裏にも人いっぱいいるから、落ちたフライドポテトとか入れきれないんすよ。入れないですよ。入れないですけど、入れきれないんすよ。はい、スペースデリバリーの看板メニューですね、こちら。テレピア2時間経ってるんですけど、皆さんね、こちら列がなくなりません。さあ、ジョイさんも2キロしております。見てください、ワニや、ワニ肉ですよ、これ。ワニ肉ですよ、これ、うん、売れば売るほど赤字になる肉。これ原価超高いんですよ。原価いくらですか、これ。これ原価300円ですね。原価結構高いですね。高いですよ。なんか生々しいですね、ちょっと皮の方残ってますね。だからこれ掴んで食べるんですね。おー、ワイルドだな。ワイルドだな。片栗粉ですね、これ。片栗粉につけて揚げていくみたいな。そうですね。こちらワニですね、ワニの完成、ワニの唐揚げですね、こちら手。もうこれ大人気なんですよ、もうめっちゃ並んでて、もう一気に売る気です。限定100食、たったの5分で、5分は言い過ぎです。1時間ぐらいで売れました。なんと両熊くんも来てますね、こちら。地元カデナ、ここからヒップホップを始めたぜ、この公園から。いや、すごいね、盛り上がってるね。また、また入れ墨増えた。タコライスです。タコライスやってますよ、皆さん、こちら。UG ですけど、こちら。なんすか、これ悪魔。そうです、ワッフル来ましたね、皆さん、ワッフル。悪魔ですね、明らかに。コンタクトもちょっと怖いですね。何なんですか、この人。ぶっ飛んでますね。もうサンサーノク、もう大ファンいっぱいいますね。そうですね、はい、うん、またサンサーノク、花の下伸びるんですよ、やっぱり。チヤホヤ、チヤホヤされてますね。ラップ歌おうかな、そろそろ。俺もラップ歌うべきですね。ラップ歌うべきですね。タケシアンドマグロクデン作り直しほしい。タケシバージョンも見たい。次はタケシフィートヒッチャン。なんだろうな、めちゃくちゃラップ過去にね、タケシした瞬間笑ってしまう。タケシ見るだけで笑っちゃうの。ちょっとね、見渡してきますか、はい、屋台。お隣さん、こちら、やっぱりね、美味しそうなんですよ。
もう写真から入ってますからこれかき氷。美味しいやつだこれ。メダカ売ってますこれ。これね我々ね食材もう切れてるんですよ。唐揚げとしていいんですか。いやそれダメですからねそれはね。シラスではない。メダカですからよ。丸ごと君だ。丸刈りがどんどん来ますね。さあ確率相撲ですね。さあ誰が勝つのか。誰が勝てるのか。はい今仕込みの最中ですね。竹島ね頑張ってね。さあ336とハローが用意してるのはカエルと焼きそば。めっちゃ油跳ねる。やけど注意ですよ。画面の前の君もやけどしちゃうから。はい夜になりました。はい夜ですね。メインのねライブですね。はいマンジュラインさんとオレンジエンジのリョウさんとかねムーミンさんとかすごい方々がいるんですよ。挨拶して、はい、今日はねあの合法海賊版になりたいと思います。合法海賊版、はい、マンジュラインでやりたい人10人中1人が酔っ払ってる。モーリーは盛り上げ役ですからね。どんどん飲んでテンション上げていきましょう。焼き鳥入りました。はい生ぬるい3ピンチャー売れました。ステージの上から花火上がるみたいです。ステージの上から花火上がる。おわ7 6 5。誰も言わない。3 2 1。火の粉にご注意ください。待ってこれジョイ燃えるんじゃないかこれ。ジョイ油押さえて。油ジョイ燃えるよ。引火したらジョイ油押さえて。油押さえてめっちゃジョイ貫禄がある。ジョイも疲れてますねこれ。なんと2000発上がるみたいです。マジできてるか。え1日で明日もじゃないの。なんと1000発上がるみたいです。来るぞ。あミッキーマウス。えミッキーマウス。ミッキーマウスな漢字的にね。おお逆ミッキー。すごい。屋台無事に終わりました。たくさんの方々の力がなかったらねここまでできません。いくら黒字になったんでしょうか。純利益ですね。純利益ちょっと計算してその利益次第ではちょっと水だけ飲んで帰るかもしれないです。焼肉屋さんいるんですけど気合入れて焼肉あんあんしてますけど。ここで速報です。1、10、100、1000。えまだ肉頼まんだよ。今まだ肉頼まんで。これちょウーロン茶フィニッシュだろ。ウーロン茶フィニッシュだろ。ウーロン茶フィニッシュありやんから。今28万3927円ですね。あの家賃とか入れたんよね。これで俺英雄とかあったら怒るよ。オートボックスだよね。最近ハロー車これてくるから。なんかリラクジェイソン。リラクジェイソンメンズエステリラクレーション。ハローマジかそれ。あと東京書店っていう領収書。以上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 。あ、あ、あ、ギリ。28万5000円。まあ。そして先ほど数えたのがこちら30万6000円。おおめっちゃギリ引くんですけど。いやまず言ってる。まずあの、うん、原価計算がめっちゃガマガマだったと思う。ああ一応まあこれ人件費入れたら大変なもんだね。皆さん今回ねテレピアとカエルとワニってものすごい原価高いんですよ。なめてたね。なめてました。サービスすぎたかな。サービスマン粗利益が2万2000円。もうね今回この焼肉で終わりそうだね。焼肉って終了。焼肉って終了。夜逃げしましょうか。所長夜逃げしましょう。本当にいってるこれ。一番学歴高い人。一番学歴高い人が計算機やって。カエル何？カエル26000。ええもう22？これ以上飲めないくらい。止まってくれ。なるほど止まってくれ。止まってくれ。おーせ。おーせ。
領収書の額熱圧倒的加熱はいはい、はい、変わらないはいじゃあ、RJ さんが間違えてるんじゃないお金 IG 積むお願いしますさあ、今確認してますねこれね、今ね、安倍氏も頑張ったんですよで、浜ちゃんも頑張ったんですよで、浜ちゃんごめん800円って渡すさ、はい、嘘つくなって多分胸ぐら掴んでる瀬戸に2万はあるわって言ってますからねそうなんか今 Amazon でカメラ探してるみんな一生懸命頑張ってくれたのに申し訳ないこれ、ね、ちょっと俺あのリスナーの人が竹志欲しいって聞いたら唐揚げ3個足してたんですよそっからだんだん赤字になったんですよねちょっと申し訳ない唐揚げ渡して1000円渡してた最後はお金管理したのってちょいなわけよ別に疑うわけないけどあと花火上がるとき都合よく電気消したんよあの分かる通りジョリー多分それのこと前情報知ってたと思う全身狂ったわけなーので完備してよこれコナンの犯人ねコナンの犯人そうジョリーなんかコンビニ行ったときハブリよかったな俺唐揚げくんは1個増量の時にしか買わないって言ってたのにあの今日勝ってた勝ってた勝ってた普通の状態普通の時ないのに勝ってたメンバーの分もキロハス買ってからキロハスで手洗ってたそれ冗談ですからね冗談それは冗談ですよはい計算が終了しましたこちら領収書が初見費がこれね初見費が28万4954円からのこれ3歳こちらのお金はい30万5270勝利勝利じゃねえだろ勝利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 完全にこんだけでこんな大人数でやってるから時給200円ぐらい俺多分俺明日労働監督署行くわもう訴える訴えるごめんなさい自営業したのになんか売り上げ上がったんですけど結構ね人来たんですけどねちょっとね原価が高く売っちゃったっていう問題と食材もちょっと余っちゃったかな、はい出ました皆さん一人給料はい2700円です時給発表します220円ハイジの地下施設よりは時給いいからありやす外国人も逃げていくわこの人待って焼肉代引くと赤字ですありがとうございますいやけどねリスナーさんの笑顔が見れたっていうのもと、ね、なんか最後めっちゃいい感じにしてるいやこれは本当に本当に楽しかった足の裏がねものすごい痛いですけどみんなもねやりがった下準備もねものすごい時間かかったんですけどこれはねどうですか私これは良かったよねもうね、本当に来てくださったお客さんと触れ合いただけたら俺は満足する、満足いや最後でテンション高くなりすぎて、はい、俺リスナーさんちょっと抱っこしてたから抱っこしてたからリスナーさん抱っこしてたから写真ゾワゲしてたのリスナーさんわっしょいわっしょいってありがとうってけどね、本当にこれ楽しければいいんですよ楽しければね人生楽しければいいんですよ OK また捨てしまってごめんなさいね、俺が本当に悪かったんですけど次回はそんなことないですからはいリベンジありますからリベンジということで皆さん今日はありがとうございましたありがとう赤字経営者最高はい皆さんごちそうさまですいや本当にねみんな頑張ってやりました楽しかっただって焼肉がただだもんそしてリスナーさんの笑顔をたくさん見れましたよねそうですねハッピーでプラス2万2000円ぐらいだったっけ2万2000円ジョイさん会計お願いしますはい会計の合計金額こちら赤字結局赤字で終わったそれにこだわっちゃダメ皆さんねたくさん来てくれてありがとうございますありがとうございます本当にありがとうございますちょっとピッチャーの右手のボタンが録画っていうボタンを押した瞬間にじゃあみんないくら徴収だからっていうそれはね、もうね、ちょっと赤字系でいこう、今回は赤字系じゃん初回ですね、初回だ皆さん、本当にね、嘘ついてない、領収書のちょっと、ソース出して、ソースまたやる、領収書のやらないけどもということで、皆さん、今日は本日ありがとうございましたご視聴ありがとうございましたはい、ありがとうございましたスマホでも簡単にチャンネル登録ができるんだ食べ頃のうさぎをクリックするとチャンネル登録ができる僕をクリックしてねそして金髪ドキュンをクリックすると関連動画に飛べるんだへえー、バックをクリックして関連動画見てねさようならあバイバイボンボン